こんばんは。おはようございます。ということで、久々の里由衣ドライビングトークのコーナーでございます。パチ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 ということで、僕がなぜこんな格好をしているかというところなんですけれども、ちょっとこれからですね、ある体操施設にね、ショートでね、僕がバク転をする動画をね、上げたと思うんですけれども、あの動画でやってたようにですね、ちょっと今体操というか機械体操チックなことをね、きょんちゃんが教えてくれていて、体育館にね行くので、僕はもう着替えて出てきちゃいましたということで、現在時刻朝10時30分でございます。おはようございます。ちょっと久々にトークテーマとかも募集してない、フリーなトークをしていこうかなと思うんですけど、でっかすごいね、それ最近ハマってるというか、昨日初めて食べた長芋のね、セブン、お、一口か、うん、うん、いやー、でも昨日寝れなかったな。なんで？わかんないんだよね。なんか今日ね、9時半ぐらいに起きていくっていう予定だったの、別にそんなにすげえ早いわけじゃないから、まあ2時とか3時ぐらいに寝て9時に起きようかなって思ってたんですけど、俺マジで6時半ぐらいまで寝れなくて。なんで？いや、わからん。なんかさ、白バイとかさ、パトカーとかがさ、後ろにいるときにさ、通るのめっちゃ怖くない？うん、なん、別に悪いことしてないのに、なんか悪いことしてるような気分になっちゃうというかさ、うわ、混んでる、これやばいんじゃない？大遅刻マンかますぞ、これやばいよ。寝不足の渋滞一番危険なやつだよ。むちゃくちゃ眠いよ。おい、誰に喋ってんの？誰に喋ってんの？でも昨日一日俺何してたか全く記憶ないんだよね。ワクチンの副反応で寝込んでたや、うん、微熱出たって言ってたから、それを看病してた記憶はあるんだけど、他の記憶が全くないよ。やっと渋滞を抜けたよ。これ走ってる間にさ、エンジン来たらどうなる？え、そのまま進むんじゃない、惰性で。へぇ、エンジン来た。自転車のさ、あのペダルを漕ぐのをやめたみたいな感じになんじゃないかな。エンジン切ったのに。いや、でも分かんない、エンジン切ったらブレーキみたいにかかっちゃうのか。かかるんじゃん。あ、でもかかるかもな。エンジンブレーキって言って、エンジンの回転数に合わせて速度遅くなったりするやん。だからそれと同じように、エンジンが止まったらそれに付随してブレーキみたいになんじゃない。やってみる。バカじゃないの。もうこの動画どころか俺らの YouTube チャンネルの更新が止まるよ。死ぬかもしんないし、外の世界にはいられないかもしれない。あ、俺さ、これさ、ずっと言いたかったことがあってさ、準備してたんだけどさ、ゆいさんも言ってたけどさ、なんか一軒家に引っ越してからさ、夜とかちょっと怖い瞬間ない？え、言ってたじゃん、なんか。あ、最近はないけど。そう、俺も最近はなくなったんだけど、引っ越してから1、2週間ぐらいはさ、なんかこう廊下とかさ、寝てる時、寝室で電気真っ暗にしてる時のさ、クローゼットの扉とかさ、窓とかさ、ふとした瞬間に怖いなって思う時ない？窓とかクローゼットはないけど、電気消す瞬間が怖い。部屋の隅になんかいそうだなみたいな気配を感じるというかさ、うん、気配なんか感じ取れないよ俺らなんて。こんなチンケな奴らが実家にいる時はめっちゃ怖かった。なんなんだろうね、自分の意識外の部屋があるからなのか。でも部屋の中が怖いんだもんね。うん、なんだろう。でもさ、前の家ではさ、そんなことなかったじゃん。広くなったからじゃない？やっぱ広くなると怖いんかな。どこに何が潜んでるか分かんないし、自分の意識の中に全てを把握しきれてないからかな。うん、多分廊下増えるのが無理なんだよ。廊下が怖い原因。うん、だって一人暮らししてた時も怖かったもん。あ、廊下、うん、なんか結構覚えてるんだけど、なんか金縛りにあったの。金縛りってでもさ、あれじゃないの、その疲れたりとかして脳は覚醒してるけど体が起きてないから動けなくなるみたいな話聞かない？一個ね、忠実に覚えてるのが、うん、寝てて、うん、一人暮らししてる時に、うん、廊下の方を見ながら寝てたの、うん、そしたらなんかいきなりさ、金縛りになる前ってさ、ああ耳鳴りならない？知らない、俺なったことないんだ金縛り。そうなの？なんかずっと耳鳴りが鳴って、最初はキーンって、結構家にずっと耳鳴り鳴ってるタイプの人間なのね。おかしいよね、それ。四六時中？
耳を塞いだらさ、キーンじゃないけどさ、みたいな音聞こえる時ない？うん、金縛りの話してんだけど。じゃあ一回話していいよ、どうぞ。金縛りの話、みんなりが鳴ってキーンって、またいつものかって思うんだけど、どん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 耳鳴りがでかくなってって、おお、やばい、これ金縛りだ、指動かさないとってずっと思ってるんだけど、指が動かなくなるのね。最初の方は動くんだけど、だんだん動かなくなってきて、うわ終わったってなって、で一番印象に残ってる金縛りが、その扉、あ、夏雲言うと思った、絶対言うと思った。ゆいさん夏雲見つけたら反応しちゃう病だもん。指動かそうとするんだけど動かなくって、まあ、ドアからガチャってなんか生首が、怖い系の生首がどん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 近寄ってくるので、うん、でなんか話しかけてくるんだけど、ゆいはもう対応できなくって、うん、まあ、その時ね、いつもだったらなんかそのもう慣れた、金縛りに慣れたから、うん、いつもならあの目を閉じるんだけど、最初その時は、うん、あの初めてぐらい、あんまり慣れてない時だったから、うん、金縛り、うん、目開けてたのね、うん、か目開けたまんま、お夏雲、お夏雲目上げたままその生首と対面して、うん、で、なぜかわかんないけど溶けて怖かった。溶けた？うん、生首が溶けたね、違う、金縛り、あ、金縛りがね、思い出したら俺1回だけあるわ、金縛りになったこと。パッて目が覚めて体が動かなくて、うん、あ、これが金縛りかってなったわけよ、うん、初めてだったから、うん、でもその時にはもうその何、金縛りっていうのは脳は覚醒してるけど体が動かない状態だっていうのはもう頭の中で分かってたの、うん、だから、あー、はい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 、体まだ起きてないのねって思って、なんかこんなん気合入れたら動くやろって思って、うわーって頭の中でね、自分で言ってるつもりよ、うん、言ってるつもりだけど声は出てないけど、うわーじゃーって言ったら腕動いた、キモキモ、そっから起きた。集中車や、左寄れみんな、大丈夫かこれ、避けろー、止まれー、救急車を通せー、頑張ってください、急カーブ、うわーやばいよこれ、これやばいよ、はい、ナイス、マリカ。マリカでしょ。でもマリカみたいにもう一回でも壁にぶつかったら終わりやからな。タマちゃんなんか絶対無理だよ。タマちゃんだってマリカですら無理なんだ。すごかったやん、一回そのウームのさ、マリカ大会があった時にさ。いえ、知らないんだよ。ああ、そっか、行ってないのか。いや、タマちゃんのマリカを見たわけよ。じゃあ壁から壁走ってた。やば。ああって言いながらドンドンドンつって。ハンドルアシストついてなかった、ね、ついてなかった、つければいいのに、それででもブービー賞だよ、うん、その下誰って話じゃない、誰だった、いや分かんない、それが恥ずかしいだろうな、うん、その時にそのタマちゃんビリなんじゃねみたいな話をしてて、うん、私絶対ビリだよ、全然勝てなかったもんって話をしてたの、うん、でなんかその3位発表、2位発表ってなって、うん、じゃあここで特別賞ブービー賞ですみたいな、ブービー賞はビリから一つ順位が上の人に送られますみたいになるじゃん、うん、タマチューって言われて、でもさ、ブービー賞はあるのにビリ賞は何、まあ、ビリ賞はだってさ、なろうと思ったらなれるやん、うん、正直思いっきり失敗しまくればさ、誰でもなれちゃうじゃん、何のブービーだろう、いや、わかんない、なんでブービーって言うんだろうね、普通に考えてみてください、はい、何なんだろう、いきなり始まったけど何を普通に考えればいいんだろう、普通に考えてみてください、はい、東京体育館って広いですよね、いや行ったことないですけど、行ったことないの、いや何その全国民は行ったことあるんだよみたいな、セブンイレブン行ったことないのに使う時のテンションだったよ、行ったことないんだ、行ったことないよ、じゃあみんなが楽しい話してよ、東京リベンジャーズ、あー東京リベンジャーズの話する、最近見たんですよね僕らね、うん、俺はずっと見てたので、8話とかまで見てたのかな、もっと見てたか、13話か、13話まで俺一人で見てたんだけど、なんかゆいさんがなんか最近見るアニメないなって言い始めたわけですよ、また1ヶ月に1回ぐらい来る発言、そうだっけ、最近見るアニメないなっつって、
基本的に俺ら気になるアニメとか好きなアニメを見つけたら一気に見ちゃうタイプだからさ常に見るアニメないよ、うん、で俺だけ東京リベンジャーズ見てて夜ご飯の時にゆうさんお腹減ってないって言うから俺一人でご飯食べてたんだけどその時になんかアニメでも見ようかなと思って D アニメストアってテレビに向かって喋って D アニメストアでリベンジャーズを見ようとしたわけ、うん、でも14話から一緒にゆいさんに見せてもどうしようもねえなと思ったからじゃあ1から見るっつってね1から見始めたんだけど、うん、まあ見事にハマりましたね地風用推しだな推しというか松の地風推しというか可愛いペアンが食いてぇなビジュアルだけ東卍の中東卍の中でだったら俺三谷くんかなあーん何今のあーんって何吉継ぐあーんって何よいや吉継ぐの声がいいよまあ確かに松岡吉継ぐさんの声がいいっていうのもあるけどでも一回でもいいから会ってみたいそうだねあとゲイたちが見るアニメほぼいるじゃんほぼ出てるよねあとは会ってみたい声優さんいないの俺はもう桜彩音さんと遠山奈央さんの声が好きだからそう聞いてみたいなハッシーああなるほどねバンダイのみんなはみんな会いたいは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 いコピパにはみんな会いたいし、うん、声優水瀬いのりの声が好きうんエスティアとか、うん、ああなるほどねなんかロリっぽい可愛い声が好きああなるほどなるほど、はい、でそれでもしじゃあ一言好きなことを行ってそれを録音してもいいってなったら何するの目覚ましやっぱりみんな考えること一緒なんだよな俺も目覚ましかなと思って目覚ましじゃない、うん、どうするもし朝起きてさ、うん、あートイレ入ろうと思ってトイレにリサがいたらどうするやば失神する失神する失神失禁かトイレ行きたかったら失禁する絶対失禁ジャバ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 ってでも憧れの人の前で失禁だよもしそこから仲良くなったとしても失禁した子っていうイメージがついちゃうよそしたらいいじゃん仲良くなってもさあの時失禁したよねおもろいやつややばすぎるうわやべカメラの充電ないじゃあ子供の名前さアスナ、アスナとさキリトリしようやばいってそれアスナはいるじゃんアスナはありだと思うよキリトはだってあれはカズトじゃんキリトがいいのでもバカじゃないのそれはでもさシリカって可愛いよねうーんシリカゲルみたいでちょっとあれだけどねおしりちゃんおしりちゃんって呼ばれそうでもしおりっていう名前の人はおしりってあだ名がつきがちだよそうなの、うん、しーちゃんじゃないのしーちゃんいや俺のその知り合いのしおりって名前の人はもれなくおしりって呼ばれてたよへぇ、ジェネカメラ切れねえじゃんねこれから5分10分経ったよ5分10分ってさ結構さ差がない倍だもん5分10分ってよく使うけどね使うよね5分10分かかるってうんうんその間5分あるじゃんそうだよだって5分の倍が10分だもん、うん長くねだから1時間2時間かかるわって言ってんのと一緒ってことでしょ間5分じゃないにしろ、うん、1時間かもしれないしもしかしたら倍の2時間かかっちゃうかもしれないって話やろ1、2時間かかりそうって1日2日かかるかもってのと一緒だよね、うん、でも1日2日かかるかもよく言わない1、2時間も言わない仕事まあ確かに1、2時間も言うな4、50分とかでも言わない4、50分はまあでも間10分だし倍じゃないからちょっとそれは許す2、30分だその誤差10分の間で収められますよって話でしょ何の話だよ身のない話しかしてねえ今日この動画ここまで見てくれた人多分全員後悔してるよ見てる人いないかもうんこマーク出しててうんこマークうんこマークの絵文字じゃあ普通のコメントの後にうんこマークの絵文字ついてる人はここまで見てくれたんだなっていう認識でいるわ俺らで、まあ、コメントがだって大体多分多くても100ぐらいだと思うから少ないと多分35とかと思うから100だったら8人いや少ないなそれは30だったら30だったら2、3人2、3人ってことでしょ、うん、
じゃあもうそろそろ作んで綺麗な形で締めときますか。うん。ということで、テーマなし里ゆいドライブトーク、お疲れ様でした。作業用とかね、勉強用 BGM で使えると思うので、よかったらまた聞きに来てください。ではまた次回でお会いしましょう。バイバーイ、はい。